皆さんおはようございます。2018年1月の16日、11時です。よろしくお願いします。いたぬきそばさん、こんにちは。はい、もっこりさん、おはようございます。はい、ご隠居さん、お疲れ様です。いらっしゃい。ゆうこさん、おはようございます。おお、ガチワカメ、おはよう。あざつ。ゆかりん、おはよう。おお、ニヤコ、久しぶり。最近来なかったじゃん、ニヤコ。花火ありがとう。おはよう。おはよう、佐々木さん。おはよう。
おはよう。お、ガチワカメメガホン100個ありがとう。いつもありがとね。ありがとう。今日病院か。病院行く日憂鬱だよね。なんかもらうよね、病院の空気ね。頑張って。
花火2つありがとう。うん、あのね、サマナーウォーズね、普通枠っていうか、あの俺あの大手枠なんだ。あのフォロワー1500人以上だから、だからあの1500人以上の枠は後半の日付だから、その時やるよ。多分何日からかな、サマナーウォーズ。俺もね、さっき枠取り直さないとと思ってやったんだけど、開催日がちょっと違うの。多分今は若いっつうか、フォロワーが少ない子がやってるんだよね。何日からだろう、サマナーウォーズ属性ランキング。23日から、無差別級だから俺は23日からです。23日に投げて、うん、泣かしといて。ステゴロ2チケットもあれだ、一般しかないんじゃないの。めちゃめちゃおすすめだよ。俺も客で見に行きたいぐらいだもん、選手じゃなかったら。すげえ楽しかったよ。5000円払う価値はあると思うよ。ケロちゃんって誰？ケロちゃんって。ケロって誰？ケロ？ケロちゃんモデル。ああ、あのリンガーナか。はい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 。すごい有名な人なんでしょ？プロレスの。なんか、結構すごいことらしいよね。そのケロっていう人。リンガーアナウンサーね。その結構話題らしいよね。ケロさんが出るっていうの。はい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 、プロレスの人なんでしょ、もともとプロレスのリングアナなんでしょ。どこプロレスの人なんだろう。そうだな、リングアナでこんだけ名前売ってる人がいるってすごいよね。新日だ。プロレスファンはじゃあたまんないんだろうね、多分ね。おう、みーすけおはよう、こんにちは。おはよう、あんこ。いやもうね、2日ぐらいね、イライラがマックスなんだよね。なんか知んないけど、なんか鬱かもしれない。鬱っていうか、そう鬱気味かもしんない。ちょっと最近収まってたんだけど、ちょっとね、メンタル面がおかしいね。新日よく見て、ケロちゃん楽しみ。え、みーすけも来んの？たくみさんはどつ？おはよう。あ、遠いんだ、住んでるところが。でもね、北海道とかから、沖縄とかから来てる人もいたよ。さすがにまあやりすぎだろうとは思ったけど。
まあ、関西ぐらいだったら別に来る価値あると思うけどね。年に1回しかないし。だしね、俺ももう最後の大会だから、俺が戦ってんの生で見たい人はぜひ。あ、北海道か。無理だな。北海道はきついな。飛行機乗って、往復でも3万ぐらいかかるしね、格安航空で。でホテル泊まって5万は飛ぶもんね。じゃあツイキャスで応援してよ。はい、そそワドツー。どこで買えんのかは便所さんの枠で伺ってください。僕は興行に関しては全く聞いてないっす。僕もわかんないっす。便所さんに問い合わせて。多分便所さんのツイッターとかで告知されてると思うよ。俺は選手だからわかんない、そういうの。初見さんいらっしゃい。自分の魅力を自分で語るほど悪趣味じゃないよ。念力で念力で応援してくれるの、ありがとう。お前ブロックね。じゃあねー。のんちゃん今から来るって。今向かってるって。もうすぐ来るんだい。ん、ちょうど誕生日で土曜だから、もしかしたら予定入る可能性もあるし。ああ、最近は相当配信しないけど、いや Wi-Fi がないんだよ、単純に。Wi-Fi の、契約してた会社が潰れちゃって、今外でネット環境がないだけだよ。いいんだよ、うちのね花火師さんは外配信とか求めてないから。
ああ、そうだろうね。いや、先、予定はね、先に組んじゃうんだよ。要はね、みーすけ、ビジョンとか未来って自分で作るものだから、こういう誕生日にしたいって自分で決めるんだよ。要は、俺と一緒に過ごす捨て頃にするのか、友達と過ごすってご、あの、誕生日にするか決めるじゃん。で、決めたら友達、私誕生日だから来てよって。待ってたら何も来ないよ。待ってたら。自分から取りに行くんだよ。どういう誕生日が最高の誕生日か。うん。で、友達と過ごすとか、あの人と過ごしたいって決めたら、アポ入れればいいじゃん。で、それダメだって言われたら、あ、じゃあ捨て頃行こうとかさ。待ってても来ないよ。寝癖かわいい？かわいさの塊だからね、俺は。かわいさだけでここまでやってきたから。だから、みーすけがさ、誰と過ごしたいかでしょ。勇気がいるってのは勇気なんかいらないよ、そんなの。ダメだって言われたら、ああ、分かったわ、で終わりじゃん。勇気なんていらない。行動すりゃいい。あ、ここタワーマンションのリバーサイドで60平米だね。タワーマンション最上階。ちょっと待って、今確認するわ。あ、すごい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 な。やっぱ昼時だからね、ちょっとあれだわ、なんかサラリーマンがざわざわしてるね。ご飯何しようって、行列、マクドナルドお前行列できてた。超広いね。7LDK だね。7LDK。不動産屋に結構言ったんだけどね。L が一つ足りないって。L を増やせって言ったんだけど、それは無理ですって言われたから。あ、だからエントランスでしょ、あれ。あれはエントランスだから。 あれはエントランス、プリンセスガーデンのエントランス。あれダミーの方だから、ダミー。
俺思うんだけどさ、生主理想の彼氏選手権やったらさ、多分俺ダントツ1位だと思うんだけど、どう思う？生主理想の彼氏選手権。ぶっちぎりじゃない？俺。ない。みーすけ理想の彼氏に俺入ってないの？またそうやってすぐ恥ずかしがる。悪い癖だよ。悪い癖だぞ。理想でしょ、どう考えても。将来有望、高身長、低収入。低収入？誰が低収入じゃ。クモン流理想？ないわ。ないわ。クモン流ないでしょ。笑え、ちょっと今の面白かったな。クモン流と付き合いたいか？俺女だったら絶対嫌なんだけど、公文竜。ゲームめちゃめちゃうまいよ俺。意外とゲームうまいんだよ俺。スクリューパイルドライバーがギリギリコマンド入力できないぐらいのうまさだね。女の子に人気？ヤンキーに人気なだけでしょ。嘘、インフルエンザじゃないの、今流行りの。ダンボールいらっしゃい。多分ね、今流行りのやつだと思う。みんな倒れてる。大丈夫、抱きしめてあげようか、枕元で。俺がいるから大丈夫だよって囁いてあげようか。枕元で、この距離で。 この距離で。おかんした？絶対 出た、のりこ。 TCP ならぬ WDO。WDO いいじゃん、のんちゃん。おはよう。私はぶっ飛んでる人がいい。あれでしょ、窪塚とかでしょ。 キングでしょ、キング。
アウトロー和同精神限界で暴力はやめろよ。俺暴力振るわないよ。暴力は振るわないよ。暴力じゃないよ。暴力は振るわないよ。俺が使うのは言葉の暴力だけだから。言葉の暴力はえぐいけどね。言葉の暴力選手権あったら多分結構なトップファイターになれる気がする。精神的苦痛。あれだな、あんこは。あれだ。デベソっぽい顔してるな。ああ、もう一生の傷を負ったね。一生の傷を負った、今、あんこに。トラウマを与えた。ええ、めちゃめちゃヘビーなやつ入れたよ、今。結構重たいやつ入れたよ。もうリスナーやめますっていうぐらいの、もう外歩けないです。ありがとう。花火ありがとう。今年は日本でもマイクロチップ埋める人増えるのかね。何その統合失調症発言、大丈夫？ やりすぎ都市伝説見すぎだから。
入れないよ誰も。あのね、テクノロジーってあの軍人から採用されるのね。だからあの関明夫のあの言い方って語弊あるんだよ。そういうマイクロチップであったり擬態とか義肢とかっていうのは軍がまず軍人からやられんの。そう、インターネットもそうだったでしょ。もともと軍で開発されたもう何十年かのお下がりが民間にこう降りてくるんだ。あ、デベソなんだあ、そうなんだ。ゆめいすけさん、こんにちは。手のここにマイクロチップ入れる必要がないからね。俺あれ本当にアホだなと思う。指輪でいいじゃんっていう。指輪にマイクロチップで全然いいじゃんと思わない。うん。ああ。別にさ、指輪にマイクロチップ入れてさ、やればいいじゃん。てか携帯電話でいいと思う。まだまだ先だと思うよ、体に尻尾を入れるのが当たり前になるのは。だから使えるサービスがないんだもん。だからマイクロチップ入れてるぜってどやりたい人だけのサービスでしょ。でも007のカジノロワイヤルでもそういうシーン冒頭に出てきてたんだけどね。結局マイクロチップ自分で取るんだけど、ジェームズ・ボンドが。何年前、あれ10年前ぐらいでしょ、あの映画。
てか女に生まれたかったな。絶対女の子の方が人生楽しいと思う。見てて楽しそうだよね。ではさ、俺思ったんだけどさ、勤労の義務ってあるけどさ、主婦はどうなのっていう。主婦。勤労の義務ってあれ何なの？主婦はあれ労働になるの？勤労になるの？勤労って何？なんで国に働けとか言われないといけないの？他の国にもあんのかな、勤労の義務って。勤労。あれは何？家事とかも勤労に入るの？なんで国に勤労とか言われないといけないの？義務条項納得いかないんだけど。だったらさ、おかしくない？ねえ、働け、その勤労ってなんだよって話になってくるでしょ。俺は家事も立派な労働だと思ってるんだけど。子育ても労働でしょ。やなラッキーいらっしゃい。手袋ありがとう。手袋4つありがとう。匿名さん。暮らしていくしかないじゃん。だって暮らしていけるんですかって、暮らしていけ行くしかないじゃん。俺だって花火100発とか毎日欲しいよ。ねえ、主婦の仕事軽視されがちだよね。ちょっと主婦業も大変だと思うけど、いや俺ね、主婦になりたいの、本当は。本当の夢は主婦なの。これ結構よく話すんだけど、男の人でも主婦ってあるじゃん。なんで男の人は主婦になったらいけないんだろうっていうか、なんかよくわかんねえなみたいな。なんか金持ちの女性にと嫁いで、嫁ぎの結婚して、こう主婦やりたい。違うんだよ。義務条項に関しては国民に言ってんだよ、段ボール。そう。だから日本憲法って特例なの。本来の憲法っていうのは国民じゃないんだけど、日本の憲法は義務条項だけは国民に対して言ってんの。病んでるね、ちょっとね。
憲法は国家に本来言ってるものなんだけど、日本の憲法だけは義務条項があって、国民に対して言ってる部分がある。だから義務条項を外せっていうのは、俺が言ってたのはそのこと。なんでそんなこと国に命令されないといけないんだよな。主婦になりましょう。でもキャリアウーマンと結婚しないと主婦になれない。どうなんだろうね。キャリアウーマンと出会うっていうことはないよね、俺は。ほんとね、ワックスっていうやつだね。ワックス。型。ここから型を作る。第1回目の。キャストっていう作業になるね。主婦多いよ、うちは。砂に埋めてっていうかね、石膏、ろうそくで、まあ形を作るんだけど、ワックスっていうので。で、石膏の中にポチャンって入れる感じかな。そうすると、それを焼くんですよ、熱で。そうすると、その中のろうそくの部分だけドロ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 ってなるじゃん。で、今度焼き物、石膏の焼いた型ができるでしょ。そこに今度は、金属を流し込む。銀とかを流し込む。で、焼くんですよ、また。焼くっつうか、金属を流し込むのか。で、水にジューって溶かすと、石膏だけボロボロボロって取れて、要はこのろうそくの形の銀ができる。それが、金型原型かな。金型原型を作るための形をろうそくで作ってるって感じ。フィギュアとかもこれで作ったりするんだよ。それをゴムとか、なんか、ね、それ作ったらそれになるわけだから。フィギュアも作れるの、実は。
だからまあ原型師って呼ばれてる仕事じゃない。いくつかそのシルバー作るまで工程があるんだけど、専門職に分かれてるの今は。多分ね、これは今俺がやってる作業は原型師って呼ばれてる作業だと思う。原型を作る人。昼ご飯はね、のんちゃん来てからね、刺身丼食べようと思う。海鮮丼、海鮮買ってきたから、サーモンとマグロとイカの塩辛買ってきたから、のんちゃん来てから作ってもらう。お米はもう炊いてあるから乗っけるだけだね。初見さんいらっしゃい。なんか WHO がさ、30歳未満でパートナーがいない人をなんかこう病人扱いするっていうなんか記事を読んだけど、すごいなと思って。おせっかいにも程があるよね、本当に。かわいそうっていうかさ、もうおせっかい、なんでそんなことをお前らに言われないといけないんだみたいな。ポポロンいらっしゃい。いや、大丈夫は大丈夫なんだけど、最近なんかイライラすることがすげえ多くてさ、少し病んでるなっていうか、昨日もトレーニングサボっちゃったんだよね、もう。もうなんか寝込んだ。で、今日もね、放送でね、やるか迷ったんだよな、本当は。ちょっとね、何年かに1回来る鬱が来そうで怖いね。嫌な予感がする。オーロラのしずくさん、ありがとう。いいね。愛してるよ、ピーカブーって。あれ思い出すな。ピンポン思い出すね。愛してるぜ、ペコって。
あのシーンかっこいいよね。捨て頃もあるし、いや捨て頃結構でかいね。もう夢でずっとやっぱ、その殺される夢とか、リングで、なんか捨て頃で、その、もの、なんちゅうの、マウスピースがないとか焦ってる夢とかばっかりだから最近。全部捨て頃の夢だね。半年間もこんな思いしたくないよ、本当に。どれさんにも相談してるんだけど、それが普通だよっつって、みんなそれと戦ってんだよって。でほら、イライラしたらダメな仕事じゃん、配信って。と俺はそう思ってるんだけど、なるべくそうじゃないようにしようとは思うんだけどね。前回もそうだったけど、すげえピリピリするの、気が立つっていうのかな。あ、もう本当に今回これっきりにしようと思ってる、捨て頃は。もうやだ、こんな思いしたくない。ドレさん出ないよ。出る動機、いや前回負けたからさ、出させてくれって便所さんにお願いしたの。このまま終わりたくないと思って、負けたことしか知らないの嫌だから。不景気だ。いやいや、だからほら、アメ人もほら、やっぱなんだかんだ言って辞退したじゃん。あれが普通の感覚だと思うよ。いや、そんなの分かってんだよ、あのラッキー。そんなの分かってんだよ。緊張とはちょっと違うんだよね。多分ね、怖いんだと思う。緊張とは違うんだよ。怖いんだよ、単純に。緊張ってさ、ほら、なんか違うじゃん。ドキドキするとか、こう、上がるっていうのかな。うざくはないけど、なんつうんだろう、怖いんだよね、単純に。いや、限界っていうかね、このも、お、休憩、お疲れ。このね、恐怖と、あと何ヶ月間戦うんだみたいな。もう練習するしかないんだけど。うぃ、お疲れ、アメジン。何が怖いって、20日の練習も若干怖いかんね。20日の練習も若干怖いぐらいの。だから今日の夢、原田さんにぶっ壊される夢なの。今日の夢は原田さんにスパーリングやろうって言われて、配信回ってるところでスパーリングやるんだけど、俺ボクシングルールだと思ってるのに、原田さんが思いっきりローキック入れんの、俺に。で、足骨折しちゃって、で、俺がブチギレるっていう夢。俺、ボクシングルールっつったじゃないですかみたいな。で、マッハ道場を訴えるとか、なんかわけのわかんないこと言ってんの。っていう夢だった。実力テストとかではないでしょ？ただの企画でしょ？
あ、大丈夫？よかった。多分ね、この前みたいにならないとは思うの、体力はできてきたから。でもね、多分まだついていけないと思う。それでも。アメジンとかのマッハ道場の練習きつすぎ。思考100回でもう吐きそうになるもんね。実際というか脱水症状だったしね。水どんだけ飲んでもカラッカラになってって、どんどん青ざめてくの。あれハードだよな、マッハ道場。アメジンと達彦の練習ついていけなかったもん。前よりは、まあ、さすがに脱水症状とかさ、ついていけないってことは今ないと思うんだけど、それでもきつい。次の日動けないと思う。あれで5分の1ぐらいの頭おかしいでしょ。一体配信者は一体どこになりたがってんのかよくわかんない。瞑想してない今。配信者はなんかみんな体鍛えてるからおかしいだろ。プロ格闘家だからね、いっぱい教わろう。しかも現役プロから教われるってすごいよな。やっぱ引退した人だもんな。知らない金梅さん、俺の企画じゃないもん。なんか出ないっぽいよ。なんかこの前タマちゃんが出たのがなんかタマも俺も出すのみたいな感じになってるって聞いたけど、わかんない、出るのか出ないのか。うん、まあ、金梅さんのサービスでしょ、この企画注目してあげてっていう名前化してるぐらいだから。あ、のんちゃん来た。うん、おかえり。うん、ご飯炊いてあるから、おかずも買ってある。うん、あのマグロとサーモンと塩辛買ってあるから、丼にして。はい、うん、何買ったのそれ。パン、うん、あとチンジャオロースーのさ、具材余ってるじゃん、肉とか、あれもあるから、全部買ってあるから今日の夜作って。うん、あとペコが寂しがってる、のんちゃんいなくて。そうだね、俺にとっては朝飯だけど。換気しようかな、一回。寒いね、外。直樹兄さんがどれくらいのパンチャーなのかとか、もうさ、やったことない相手とやるわけじゃん。それが嫌だよね。
想像ができないから。だからね、勝手に多分脳内でね、直樹兄さんをどん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 強くしてるんだと思うんだよ。すげえナーバスになる。多分向こうも同じ気持ちだと思うけど、それがすごい嫌なんだよね。直樹兄さんの配信ちょろっとふわっちやってたから体少し見たんだけど、鍛えてる、あれちゃんとやってる体。トレーニング行ってるかどうかすぐ分かるの。うん、いや精神崩壊ではないけど、ちょっとメンタルがねよろしくないね最近。のんちゃんはもうチケット手に入ったって。うん、来るよ。あとはね、振り込んだからね。うん、振り込みましたってメール送るだけ。うん、のんちゃん泣かないよ。のんちゃんヒャッハーってなってるからのんちゃんタフだから。なんて言ったってね、ミュウツーをボコボコにして拳を折った女だからね、うん、むしろのんちゃんの方が強いから、うん、うわ、うそ花火ありがとう。ファンタスティックありがとうございます。すげえ、久々見た。ありがとうございます。すいません、ファンタスティック花火ありがとうございます。頑張んねえとな。正直言うとだよ、正直言うと多分実力的に俺の方が上なはずなの。その変な話だけど、多分技術的にも経験的にもパンチ的にも俺の方が上だと思うんだよ。いやよ、楽しみにしてるね。みんな期待してるよ。でもね、やっぱね、心なんだよね。結局、心技体なんだよ。心技体。マジで。ねえ、タイミングかっこよかったね。ありがとう。うん、いやだからさ、和道リスナーもやっぱ勝ってほしいっていうの絶対あると思うの、うん、その応援してくれてるわけだから。でね、嫌っていうほど前回分かったんだけど、やっぱね、勝ってる捨て頃に勝った選手って全員伸びたんだよ、あの後。で、捨て頃に負けた選手って伸び悩んでるんだよ。だからね、やっぱね、人間って勝ち続ける人を応援したくなるっていうの分かってるから、うん、負けたらダメなんだよね、配信者としても、うん、負けたらダメなの。負けたらね、やっぱりね、期待を裏切っちゃうことになるから、負ける選手を応援するほど余裕ないよ、やっぱり。勝つ選手に乗っかりたいわけじゃん、みんな。絶対ね、今回は負けない。しかももう判定とかないからね。選択肢に判定とかないから。殺し合いだよ、本当に。花火師の財力気になる。
いやそれがね、あんこさんね、だんだん分かってくるけど、世の中に金持ちなんか腐るほどいる。金持ちなんかって言い方変かもしれないけど、金持ちの人は腐るほどいる。でもね、結局その俺に投げてくれるかどうかは分かんないわけじゃん。ビル・ゲイツ金持ちだけど、ビル・ゲイツがリスナーじゃなかったら俺にチャンスないわけじゃん。だからね、あんまり関係ないんだよ。そのお金持ってるかどうかじゃなくて、自分を磨けるかどうかなんだよね、配信者って。気に入ってもらえるか。そうだから、そう、投げる、その金持ちがどうとかじゃなくて、投げてくれる人をやっぱり大事にしていかないといけないんだよ。何やってんの？ああ、怖えー。そうなの。大丈夫？お、エンマさんだ。お疲れ様です。あ、風船ありがとね。サンキュー。何が？何が細くなった？棒？あ、これ？全然変わったね。シャッ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 って何？なってるところ削ってる？ここで触れてる部分を削ってる。こんにちは、アグリ。やってるよ。俺はルール設けてて、その家での配信中の場合はできる限り凸は受けるっていう。やってるよ。かけてくれば何でもいいよ。売名でも大歓迎だよ。やってるやってる。そういや最近大使からかかってこないね。今、ドレさんがレギュラーじゃん。ドレさんのコーナー。ドレのコーナーがある。一日一回ドレからかかってくるコーナー。かかってこないとちょっと心配になるぐらいだもん。今日なんかあった。配信外でもかかってくるからね。この前だけど長かったよね。3時間だぜ。3時間配信外はきついだろう。面白いのにね、めちゃめちゃ面白いトークしてんのにね、もったいないよね、あれ。あの人、配信中のトークとさ、オフレコトークがさ、全然内容違うから面白いんだよ。で、オフレコトークの方が正直面白いんだよ、ドレさんって。もったいないんだよな。いいですよ、全然。全然いいですよ。ドレさんすごい病気だよ、あれ病気。楽しいんだけどね、全然楽しいんだけどね。ずーっと喋ってるよね。俺相槌打ってるだけだもんね、ほとんど。外壁工事うざいね。相談と結構かかってくるね。
だから俺はね、永遠と聞くことはできるけど、もったいない。エビミが大好きなんですが、エビが大好きなんですが、甲殻アレルギーなんです。なんだろうね。食ったことはあるの？いや、俺も別に嫌いじゃないんだけど、単純にもったいねえと思うの。なんでこんな面白いトークリスナーに聞かせないんだろうって毎回思うの。すげえ面白いからもったいないっていう。俺も別にドレさんと話すの好きなんだけど、さすがに俺らそれで飯食ってんのに、この3時間は普通に番組やった方がいいでしょうっていう。毎回言うんだけど。あるんだ。エビ好きなんだ。それって俺に相談するべきじゃなくて、エビに相談、エビじゃないや、医者に相談するべきじゃない。医者に。エビはうまいからな。 エビが好きなのにエビ食えないってすげえな。いや、まあさすがに盗撮に乗っちゃうから、いくら配信者といってもさすがに録画はできないけど、それなんだよね。ドルさん、放送禁止用語っつうかね、放送で言わないような本音みたいなことをバンバン話すから面白いんだよね。ビリーいらっしゃい。表と裏っていうかね、ドレさんの好感持てるところは嘘をつかないところだね。なんか配信者ってもう嘘つきばっかりでね、もう本当に嫌な思い何回もしてきたけど、ドレさんは本当に信用できるね。嘘をつかない。なんかもう自分の閲覧のためとか花火のために嘘つくやつとかいっぱいいるからさ、嫌なんだよね。信じらんねえと思う。ノルさんはそれはないよね。自分をきれいに見せようとかもないし。いや、嘘や嫉妬の世界だよ。新橋と四ツ谷に行くんだ。最近なんか旅ハマってますね。何やってんすか？ラインライバー。 いや、ドラさんね、昔はね、もっと怒りっぽい人っていうか、今よりもね、怒鳴ってたんだけど、過疎枠で怒鳴っててすげえかっこよかったんだよね。なんか変な怒り方じゃなくて面白かったんだけど、筋が通ってる怒り方で。
ラピス、問屋でしょ？ 問屋じゃん。ネットでもいいだろうし。できればでも物を一個一個見たいから、問屋だと思う。ネット販売とかだと、ね、そのラピスの中でもさ、気に入ったものと気に入ってないものあるから、自分で選んでこれはつけても大丈夫だなっていうの、ちゃんと選定してつけようと思ってる。まあ、売れたとしても10個とかでしょ？多分。最初は。いや、ロットが少ないから迷惑かけちゃうよ。だから普通に店から買うよ。ありがとうね。お、定期ありがとう。それから、いや、今書いてあるじゃん。今定期に書いてくれたじゃん。今、のんちゃんが書いてくれた。のんが書いてくれた。のんのやつ読んで、定期。6月の23。まあもう捨て頃、1週間前とかになったらその話題でみんな持ちきりになるから絶対見逃さない、大丈夫だよ。嫌でもみんな捨て頃ってキャンペーン貼るだろうし。また来て、おお、風船100個ありがとう。また来て。神様ありがとう、風船。かっこいいな。3本で正解だった。おお、花火ありがとう。ありがとう、ガチワカメ。いってらっしゃい。ねえ、今日いっぱいたくさんいただいて本当ありがたいよ。ありがとう。嬉しいよ。のんちゃんお腹空いてんの？のりこ？俺のペースでいい？じゃあ、あと30分放送やるわ。そのタイミングでご飯休憩取る。
すげえな。ブラックオパールかっこいいな。関係ない。ていうか俺とカオスがつながってねえとさ、その前にあるんだよ、いろいろと。俺とカオスががっつりつながってないと紹介するときに噛み合わないでしょ、いろいろ。ところでカオスくんとって、カオスの本名で話すだろうし、今日初めましてですっておかしいでしょってなるでしょ。よくあるんだよ。その前に俺はお前とつながりたいんだよ。前から言ってるけど、去年から。カオスとつながらないことにはその先はねえよ。いけねえよ。ぎこちないでしょ。そのたんびに俺ふわっちの説明しないといけないのめんどくさいから。それって何っていう話になるでしょ。そのロスが嫌なんだよ、俺。いや、ふわっちっていうのは YouTube ってあるじゃないですか。もうあのくだり嫌なんだって。もうめんどくさいから YouTuber っていう。いや、カオス飯食おうよ、普通に。家近いんでしょう、多分。メタルスライムって。あ、そうだ、カオス LINE する。あ、いいや、うん、また後日 LINE する。いいや、この件はもうちょい進んでから話す。いやいや、今のタイミングじゃダメ。悪い、申し訳ない。大したことじゃない、別に。うん、2% か。どこ、場所どこ行く、どこに行く。2%の可能性。どこにいるの。タイか。
いや旅人だからこの人は。いや 2% だから相当低いでしょ。ってことはビットコイン儲かってんだな。ここ4年どこも行ってないんだ。でも普通の人の感覚からすると4年行ってないって別に普通の感覚だからね。何言ってるか全然わかんない。スタンスさんってなんだよって。はい、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。いい年にしましょう。一緒に鈴木スタンとかカザフスタンとか、アフガニスタン、パキスタン、おお、ほん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 。キャバは。なんかエロい作品になってきたな、だんだん。海外一回もないんだ。世界変わるよ。全然日本が異常な国だっていうのがよくわかるよ。先進国に行くよりさ、後進国に行った方が面白くない？なんかのんびりしてて、なんか日本で言うと沖縄より緩い感じ。なんかなんつうんだろう、こんなにバカみたいに働かなくてもいいんだって。うん、いや俺が一番びっくりしたのはそこだったよね。なんか楽しそうだなって、金ない方が楽しそうだなって思っちゃったんだ、うん、初見さんいらっしゃい、うん、なんか日本人すげえ真面目すぎじゃねえって思う、うん、そう、先進国に行ってもさ、別になんかそのなんだろう、まあ確かにあるんだけど価値観違いとか、アメリカとか、うん、なんかタイに行った時の衝撃だってさ、同じさ小学生同士なのに物乞いをしてくるんだよ。すげえ衝撃だったよ。俺から金くれっていう本当の小好きだよね、要はマジかと思ったもん。精神的豊かさなのかな。いや精神的豊かさっていうか、俺は子供の頃から日本はなんか違和感あっておかしいっていうか、絶対これ普通じゃないっていう感覚はあったよ。日本好きだけどね、すげえ。多分そう、日本でのスタンダードって世界から見たら結構異常な国だと思う。なんかそのなんていうのかな、精神性の高さもあるかもしれないけど、なんて言うんだろう、本来ってその気づいて自分たちで自主的にやるものが俺は正しいと思うんだけど、
もうルーティン化してるっていうか、意味もわからずやっちゃってる慣習みたいなものが多すぎると思ってて、俺はそういうの嫌いなのね。与えられてるっていうか、考えてないっていうかさ、そういうの。もっと緩く生きていいと思うんだよね、日本人は。もっと緩くっていうか、伸び伸びとっていうか、うん、通じないよね。なんか日本、なんて言うんだろう。それね、なかなか表現するの難しいんだけど、だし、その外国の人とその触れ合うと、その異常性に気づくんだよね。うん、確かに、みたいな。質問されてやっと気づくっていうか。うん、いや、で、そこがいいところもいっぱいあるわけじゃん。その電車が狂わないとか、例えばダイヤがこんなに狂わない。なんだっけな、山手線のダイヤってトータルの電車の分数あるじゃん。あれの誤差って多分3分未満とかじゃなかったっけ。なんかすごい精密に動いてるんだよね。うん、そう、先進国を維持しようとかじゃなくて、なんか江戸時代ぐらいの、なんかこう心も豊かで生活も豊かだった頃の日本人の感覚が一番いいんじゃないかなっていう。なんか西洋文化取り入れすぎてて、なんかおかしなことになってんじゃねえかなっていう感じがすんだよね。もっとなんか日本人らしくていいようなものとかいっぱいあるはずなのに、なんか狭苦しいっていうか息苦しさを感じる、すごい。あ、ねえ、電車遅れ1時間とか全然あるもんね。うん、完璧だもんね。いやだからね、もう本当に日本って狂ってるぐらい完璧なんだよ。うん、最近さ、みんな電気とか止まらないから知らないかもしれないけど、自動でつくの知ってる？電気止められるじゃん。電話するじゃん。支払いましたって。そしたら5分後とかに自動でもうピタってつけるんだぜ。うん、明治維新からなのかな？なんだろう？いや、敗戦からが結構でかいのかなって思う。コンプレックスっていうのかな？なんか、そう、鎖国してるぐらいがちょうどいい国だと思ってるかな。ほんと。ガラパゴスが似合うっていうか。なんか、そう、グローバルに世界取ろうみたいなこと考えなくていいと思ってんだよね、もう。鎖国しちゃえばいいと思ってる。あの、これ本当に変な話じゃなくて、あの、鎖国が向いてると思うよ、この国。日本は日本でいい国なんだけど、なんかそれに気づけてないっていうのは結構あれだよね。なんかかわいそうだと思ってて。うん、島国キスってね、こう言うけど。うん、あ、そうなんだ、昔は。日本悪くないよね。なんかね、そ、もっとね、夢の国ジパングでいいと思ってんの、俺は、日本は。要は、もう、なんかね、俺の感覚ね、これは。中学3年か2年の時に行った、アメリカに行った時に、俺気づいたの。イエローだってことに気づいたの。これね、深い話なんだけど、俺らは白人だと思って生きてんの。これね、カオスもわかるし、アンコさんは旅してるからわかるはずなの。日本人は白人だと思って生きてるの。向こう行ったら思いっきりイエローなの。この感覚、わかんないでしょ？要は俺ら潜在的に西洋人と対等だと思ってるし、西洋人だと思って無意識に生きてるの。嫌っていうほどイエローだって気づくよ。うん、わかるでしょこの感覚。あ、日本人、俺ね、そう、若い子たち見ててもそうだと思うもん。白人と対等だと、対等、全然対等じゃないよ。やつらめちゃめちゃ差別主義者だよ。全員とは言わないけど、ジャップだからね、所詮。うん。要はね、その、そこからスタートだったね、俺は。うん。あ、そうそう、中国人、日本人、韓国人、一緒だよね。チャイニーズ、コリア、ジャパニーズって聞かれるよね。日本人最後かよって。日本人が思ってるより日本人の地位は高くないよね。中国人、韓国人、日本人の順番だよね。移民が少ないからだと思うんだけど。西洋っていうか、あの中東系の顔だよね。アラブとかさ。
親父がだって俺よりもなんかその中東系の顔だもん、本当に外人みたいな顔だもん。アイラブジャパンニーハオって言われる、もう喧嘩売ってるよね、うん、俺ねだからね中東のあのゆったりした服とか好きなんだよね、和服とか、うん、ああいう民族衣装みたいなもの着たいんだけど売ってないじゃん、あれ手に入んないのかな、うん、言われるよね。新大久保に売ってる？いやだからそういうのも教えてよ、なんか一緒にショッピングしようよ。高田の馬場とか行ったら売ってんのかな。無限堂、え、そこ連れてってよ。イスラム系の服とか、要はエスニック系のあのゆったりしたさ服が好きなの。いやイスラムの服でも全然いいんだけど、高いのあれって。無限堂、新大久保無限堂、ちょっと待って、無限堂、そうそうそう、だからエスニックファッション好きだったんだけど行きつけの店潰れちゃったんだよね。え、なんて店？無限堂？出てこないな。高円寺にあるのはね、あれはインドとかそっち系じゃないの。え、無限堂出てこないんだけど、サイト出てこねえわ。3000円ぐらいなんだ。え、連れてってよ、ネットに出てこない情報。無限堂、新大久保無限堂で探したけど出てこないよ。そうなんだよね、うん、せっかく自由にさ、あの自由な商売してるわけじゃん、服とかにとらわれなくていいさ。だからもうなんかなんつうの、だから荒野とかがいじるんだよ。荒野に会うとエスニックファッションに会うとニヤニヤしながらバカにしながら、ワドゥーさんその服なんすかって言って、荒野がね俺のことねバカにするんだよね。うん、ワトンさんそれなんすか、なんすかって言って、うるせえわと思って、お前の髪型の方が何なんだよって思うよな。あんな髪してるやつに服バカにされたくない、うん、いやーすごいバカにされるの、荒野に。なんすかその服はどうさんつってニヤニヤされるの。うん、まあネタはネタだけど、うん、でも荒野言ってたよ、まあぶっちゃけた話1週間ローテーションできるぐらい女いますって言ってたからね、すげえと思ってすげえ発言聞いたと思って、俺もうワクワクしたもんね。荒野モテるっしょって聞いた、ああまあ1週間ローテできるぐらい女いますねみたいなかっけえと思ったもん荒野くんかっけえ。小島グランプリも結構エスニックなんだよね、うん、笑わせてくれるよね、うん、パルパルはモテる、いやてかねモテるっていうかね、有名だからそのなんつうの、普通ブサイクでありえないと思う人とかいるじゃん、よっさんとか野田ゾーリとかさ、
絶対バイト先で出会ったらないわって言ってもう笑うぐらいのネタだろうっていうぐらいの人も、有名だと変な人が好きな人に出会うからモテるんだよ。実際モテんの、生主って。だけどそれは世界中にいる変な女の子、その野田総理好きとか高野くん好きっていうのが全国から集まるからなんだよね、そう、そうそうそう。だからね、ネットならではのロジックなんだよね、あれ。だからまあモテないと思ってる、自分不細工だなと思ってる男子は一発ほんと人生変わると思うよ、マジな話すると。よし、よっさんかっこいいんだよね、ヒゲワイルドに生やすと。だけど足びっこ引いてるぜ。うん、なよっさんが泣きながら言ってたもん、生主だってよかったよって、童貞だったよ俺っつって、金も入らないし人気も出ないし人生こんなことなかったよっつって泣いてたよ、生主やってよかったって。すげえ可愛い女の子連れてるからね、よっさん毎回。もうなんかお人形さんみたいなさ、うん、そうそうそう、女の人はそうそう有名だから好きっていうのもあるんだよ。モテるよ実際、有名なもの、有名なものしモテない人見たことないね。みんなもうパコりまくってますよ。エロいね、和道さん、のんちゃん一筋でエロいね。それは俺はエロいですよ、生ぬ配信会一エロいです、はい。エロいね、はい、ヘタレワドツエロエロですよ、偉いとかじゃなくて、なんか女のケツを追っかけてんのがあんまかっこいいと思わないし、なんか俺なんか女に女のケツを追っかけてるやつ男の中で一番ダサいと思ってんのよ。ナタラージャさんいらっしゃい。なんかやることないのみたいな、やることないのみたいな、そう志低くないみたいな。メガホンありがとう、そうそう、うん、そういう感覚、うん、なんかぶっちゃけた話、そのなんだろう、女性に困ったことなんて一回もないの俺。その女の人にかまけてる時間なんかないんだよ人生で。浮気なんてしようものなら電の子でやられる。俺でももともとそうだよ、もともとなんかだから女のスキャンダル聞いたことないでしょ配信会で。こんだけ配信長くやってんのに女のスキャンダル出ないってことはそういうことだよ。あと意外と女性生主に言われるのが紳士だよってすっごい言われるよ。だってマリニアンですら言ったよ、和道さんめちゃめちゃ紳士だったわって。もう女の人にそういうなんつーの変なことするの嫌いだもん。じゃあ一回飯休憩入れるか、飯休憩。飯を食おう。うん、お疲れ。飯食ってちょっとのほほんとしようかな。みんなありがとうね、たくさんこんなに花火もらってすいません。頑張ります。うん、また来て。じゃあお疲れ様です。
ご飯食べます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよ。